今はやっぱり一番タックのベルト混戦狙ってるのでプレゼンターで挑戦させてください。タックもいいかもしれないけどさ、シングル自分も尾崎選手から取りに行きたいですよ。私だって禁断の牛でしょ、行きたいね。自分たちはシングル行きたいですけど、自分たちは今タックが欲しいんです。タック挑戦させてください。もう混戦しとるやん。あ、いつだよ。いつでもいいですよ。いつならやってくれるんですか。いつならやってくれるんですか。いつでも、いつでもいいですよ。今年中、こっちの話。てかさ、負けた遅いんだよ、来るの。何回もチャンスあっただろうよ。なんで今こっちシングル言ってる時に来るんだよ。ほんと前が悪いな。今がタイミングだかと思ったからですよ。早く、早く挑戦させてください。いいよって言ってください。なんかつかさ、勝てる自信あるの、あなたたち。聞きますよ。自信があるから来てるんです。どうせないですか、あの私今シングル狙いに行ったから。そうだね。まあ、私はいつでもいいよ。あの、確かにね、今トモコが一番権限あるよね。トモコが自分も別にやりたいってのはいつでもやっていいですよ。でもシングルもやりますよ。めんどくさい、めんどくさい。長谷さん、こんなにちょっとシングルとかも言ってる人大丈夫ですか。私もしちゃめん。あの、トモコ今日めっちゃかっこよかったですね。本当に腕一本にかけたね。これは本当に腕一本残されてれば勝てるっていうことですよ。じゃあ私が、ちょっと待って、今どうなっちゃってるのみんな。自己主張の塊は分かってるんだけど、もうほら、もうちょっと待って、イライラしない、分かってるよ。あのさ、イライラしないの、アーカイブしましょう今日。絶対にうち混ぜたら負けるかなと思ってたんだ。笹村さんって絶対刺されるかなと思ってたんだけど、まあ、20分引っ張ったよね。勝てなかったけど引っ張ることができた、これは一つの成長だと思う。だからもうずっと言ってくるから、まあ、ちょっと待って、ちょっと待って、受けなさいよ。あんたたちが受けなさい。あんたたちチャンピオンでしょ。はい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 、うん、やりたいよね、やりたいね。もうまもなく海外行ってちょっと修行しますもんね、はい、大丈夫ですよね、はい、私たちっていうか、私あの子たちにかけて大丈夫ですかね、はい、大丈夫です。それ言い切れるところが怖いんだよね。これ不確かなところがいいと思うので、あ、じゃあ12月10日タック選手権お願いします。後楽園一つ決めましょう。後楽園ですよ。タッグ選手権やってください。シングルは、あ、うん、そうだったね。シングル、すいません、トーナメントやりましょう。何今日かっこよかったって言ってるじゃん。トモコの実力はもう腕一本あればあんた大丈夫ですよ。もうだからそこでふにふにしない。トーナメントやりましょう。で、募集しましょう。はい、で、立ち上がった人が取りに行けばいいですよ。いいっす、その通りです。それぐらいの力、今もう十分今日見ましたので、大丈夫です、大丈夫ですよ。あなたも、あなた今日はちょっとミーガンタイムとチャッキータイムで遅かったです。そこです。だからまずタッグは決定しましょう。そしてシングルに関してはみんなやりたいですね。だからこそトーナメントやりましょう。そこで勝ち上がった人が取りに行きましょう。これでいかがですか。はい、で募集しましょう、募集しましょう。やりたい人募集しましょう。いいですか、意義なしですか。はい、はい、いいですね。ちょっと、あ、わかりませんよ。こういうふうにするかもしれません。シードっていう枠がありますか。一回勝ってますから、シード枠にするかもしれません。いいや、お願いします。そうね。